武士と斬首刑儀れ、捨て御免とは、名字立脇と共に、江戸時代の武士に認められた、殺人の特権である。別名をレイウとも、近世において武士が耐え難い、ブレイを受けた時は、切っても処罰されないとされる。これは、当時の江戸幕府の法律である、くじ方を定め書き71条追加上によって明記、されている。実態としては、喧嘩による切り捨てごめんも、 ブレー打ちとして処理されていた。西洋では近代以前には決闘による名誉回復があったが、これに対して日本のキレ、捨て御免は爆破体制を維持するための観点から認められていたと考えられている。なお、拙者御免という言葉は江戸時代のものではなく、資料においては手打ち、出す手などと表現されているに過ぎない。相手に対して失礼な態度を意味し、 発言の場合は口下手とも言われている。また、ある言動や行為を、無礼なものとみなすかどうかは個人によって相違があったと考えられるが、幕府や藩によって手打ちの対象たりうると認可された、無礼は2段階より構成されたと考えられる。武士に意に衝突、及び妨害行為があった場合、これら一連の行為や言動が、無礼、不法、魚外なものと捉えられている。 ブレ討ちには、武士に対する名誉侵害の回復という要素と、その生命を脅かす攻撃から、自身の身を守る正当防衛の要素が含まれていた。諸藩は、江戸在勤者に対し、直接切れ、捨て御免には言及していないものの、町民と居かいを起こさずにくれぐれも自重すべき旨の、訓令をたびたび発した記録が残っている。町民の中には、息をてらったり、 度胸試しのために恋に武士を挑発する言動をする者もいたという。そのようなトラブルを避けるために、江戸中期以降には、このような芝居語や、銭湯などの大抵の公共施設では刀を預ける、投下書が下足書の横にも置けられた。また初代名家は、江戸町奉行の寄り木、同心には、毎年のように付け届けを行っており、彼らは、 正規の放禄の数倍に相当する実収入を得ていた。以上のように切れ、捨てごめんは武士の特権として一般的に認められてはいたものの気ままに実行できるようなものではないため実際に切れ、捨てごめんを行い認められた事案はそれほど多くはない。江戸後期になると江戸市中での行列では通行人の妨げにならぬよう行列の途中で間隔を空け、 通行人の横断が許可された。また、人命に関わる職業である医者と、三馬も、通り抜けごめんとして、行列の通過が許可された。終わり犯可心、友外佐平児は雨傘を刺して、路上を歩いている際に町人と突き当たった。佐平児が咎めたのにもかかわらず、町人は無視してそのまま立ち去ろうとしたので、佐平児はそれを無礼とみなし町人を手打ちにしようとした。佐平児は、 無腰の町人を手打ちにするのを不本意と考え、自らの脇差しを相手に渡して、果たし合いの形式を取ろうとしたが、町人はその脇差しを持ったまま遁走し、あまれ、左平寺を踏みたりと触れ回った。悪評を立てられた左平寺はやむなく、書き置きを残して出本し、武士の対面を守るために、町人の家を突き止め女子供に至るまでなで切りに、した。法永六年。 戸田倉之助の一行が、江戸小引町を通過した際、町人が偶然に行列を横切ろうとしたので、お供の者がそれを咎めると、町人は逆に悪口を言ってきた。お供が町人を掴んで投げ飛ばすが、町人はさらに悪口を言ってくる。籠の中からそれを見ていた倉之助は、町人の切り捨てを命じ、町人は、無礼討ちにされた。後日この事件を幕府に届け出たが、 お咎がめはなかった。また、明和5年に、岡山藩士が幕僚内で起こした無礼を理由とした手打ちについて、幕府の態度を見ると、幕府道中部行は、無礼打ちに当たると認定してお咎がめなしと判断。そればかりでなく、当該行為をご召備した。岡山藩でも無礼を理由として、手打ち事件が起こった場合、在方からの届けと承認の証言をもとにして無礼があったと認定されれば、 ブレ打ちと認定され、処罰されなかった事例があった。徳島藩では、林吉右衛門が、藩の近隣だった夜間の相撲見物をしていた際に、町人を、ブレ打ちした件について、相撲見物の件を咎める一方で、ブレ打ちの件では、林吉右衛門を咎めなかった。同じく、徳島藩の星合萌衛門が家臣と、戦闘入浴に出かけた際に町人を、ブレ打ちした件でも、 藩の近令だった家臣の入浴については咎められたが、無礼打ちの件は咎められなかった。その他に、無礼打ちが咎められても軽い処罰で済まされる場合も見られた。無礼打ちの実態を、慶案から原文までの江戸時代前、中期の約90年間の徳島藩の事例で見ると、無礼打ちは11件発生している。その中には、百姓二人を無礼打ちにして、 追放になった例もあるが、武士に対しては、事故に属する家来であれば、もちろんのこと、庶民であっても無礼な行為があったと認識すれば、手打ちをする身分上の特権が認められていたことは明らかであった。幕末の死、ザワカムは、大阪で力士と喧嘩になり、これを切り捨てたが、無礼打ちとして届け出ている。切り捨て五面の制度は、明治四年の大乗官布告で正式に廃止された。 主人が不都合をしでかした家来を切る場合も、無礼打ちという。この場合の家来には武士のみならず、中間や下男下女などの武士以外の方向人も、含まれた。主従関係に基づく無礼打ちでは、主人が有する家臣への懲罰権の行使と考えられたため上実のような厳格な規定は、適用されず、殺害自体の刑事責任も問われなかった。ただし、 家来に対する管理能力に問題があるとみなされ、家中太り締まりとして五役五名や閉門といった処分を受けることもあった。また正当防衛ではなく懲罰であるため、とどめを刺すことも行われるなど、無礼な行為と判断してうちにすることは、主人の家来に対する特権として認められていた。ありがとうございます。